小池若根黒です。顔認証と交際認証が搭載された iPhone 8、欲しくないですか？今まで数多くスクープされている iPhone 8の画像にはタッチ ID がなくて、今までずっと iPhone にあったこのタッチ ID の代わりに、この後ろ側に背面にタッチ ID ができるとか、あと画面上に埋め込み式のこういうタッチ ID ができるんじゃないかというふうに噂されていましたが、一番最近のスクープではこのタッチ ID がついになくなって、顔認証や交際認証になるんじゃないかというふうに言われています。顔認証は 3D センサーを利用して顔自体を 3D 化して認証してロック解除する方法で、あと交際認証は人の目のこの交際のパターンを認識して解除する、そのロック方式です。すでに Galaxy S8 でこの顔認証や交際認証もうすでに採用されていて、実際にこういうふうに瞳を近づけて交際を認証するっていう技術はあるんですが、Galaxy S8 では写真を使ってこの顔認証や交際認証を突破することができるようで、まだセキュリティが高いとは言えません。Apple が開発していると言われている顔認証と交際認証は 3D センサーを使った顔認証と交際認証で、 iPhone のこのロックの解除に使えたり、あと Apple Pay にも使えるほどの高いセキュリティの技術を今試験中だというふうに言われています。交際認証で端末を顔の前に近づけるっていうのは電車の中だとすごくやりにくいと思いますが、 Apple が開発しているものはテーブルに置いた状態でもうロックが解除できるようなものを開発しているようです。今回のスクープ記事を見て思ったのは、サムスンの Galaxy S8 は写真をかざすだけで簡単にロックが突破されるので、今回 Apple には Apple Pay が使えるほど高いセキュリティの技術を求めたいと思います。また今までよく言われていたタッチ ID だと、寝てる間に誰かにこの指をかざされると簡単にロックの解除ができたので、その点は交際認証だと目がパッチリ開いてないとロックが解除されないので、その点は進歩するのかなというふうに思いました。また私は iPhone よりは iPad のヘビーユーザーなので、この技術 iPad や Mac にも採用してほしいなというふうに思いました。もっと言えば、今現在は Apple Watch を使って簡単に Mac のロック解除できるので、 iPhone や iPad も Apple Watch をつけてるだけで簡単にこのロック解除できるっていうのはもうすでにできると思うので、Apple Watch ユーザーのアドバンテージとして iPhone や iPad のロック解除できるようになってくれると嬉しいです。私は現在 iPhone5S のユーザーで、次こそ iPhone 買い替えたいと思ってるんですが、次買うのが iPhone7S なのか iPhone8 なのか今のところ分かりませんが、今年2017年は iPhone 10周年なので iPhone 買い替えたいなとは検討しているので、iPhone の最新情報を追いかけていきたいと思います。こんなガジェット関連の動画の多いチャンネルですが、よろしかったらチャンネル登録よろしくお願いします。それでは。